ブランさんです。ハリブランさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マリブルーと言います、なぜマリブルーかというと、私の名前が青江の青い人のマリなので、ブルー、マリブルーということで、はい、ピーターさんの名前は何も入っておりません。ちなみにピーターもね、5回も変わってますので、ね、はい、その、変わるために名前が変わるのが入ったので、マリブルーです。オリジナルの愛の形、愛の形といえばね、BJ ストリームさん、はい、愛の形というアルバムを出されて、その前に私たち愛の形という曲を作っております。聴き比べていただいて全然違うと思いますので聴いてください。では愛の形です。幸せになるんだ。
私は日頃掛け声任せてください。画家で絵を描いておりまして、それもびっくりこんな格好してるんですけど、わらしべの絵を描いて動画家と呼びます。はい、動画の絵を描いてるんですけど、 あそこにね、マリさんの来年のカレンダーが、よかったらまた買っていただいたら1500円になります。何じゃ1500万円。はい、このような絵を描いておりまして、この前の住吉大社さんにも絵を本させていただいたんですけども、その日頃の、このね、オンとオフというかストレスからか、いつもステージに出るときは超ド派手な格好で出させていただいてます。はい、ということでね、お正月のね、さっきお話が出ましたけどね、はい、お正月に皆さんね、行きますよね、何やったっけ、日本人がよく行く、あ、そうそう、初詣ね、日本人が必ず行く初詣に、住吉大社に行くと、住吉大社でなんかこう、おみくじとか買うんですかね、おみくじやったらね、絵馬やとか買わはると思うんですけど、その時に、袋をもらうんですよ。それがマリさんの絵なんですね。来年の1月は住吉大社さんで、正月の3000円くらい買わなあかんの。そうか、商売してんねんな。作っていただきまして、そうだ、5個が差し入れるよ。え、5個が差し入れるよ。どこ差し入れる。何も見えへんさ。実はね、サンさん一緒に出てくれるっていうので、もう10年以上サンさんと知り合ったんですけど、今日ちょっと楽しみにしてたんですけどね、リハができなかったこともあって、俺そんな見えへんでって言われました。はい、代わりにTさんに出ていただいて、はい、かわいい。では次、ザ・ウォーター・イズ・ワイドという曲があるんですけど、その曲をね、ちょっと日本語バージョンで、作りまして、演奏させていただきたいと思います。聴いてください。ザ・ウォーター・イズ・ワイドです。
¡Gracias!
know where you died. でしょうか、いただきますか。あ、ええよ。いいですか。あ、どうぞ。もうええよ。あ、T に任すわ。T さん、ラストダンス。あ、ビール飲んでる。ラストダンス。ああ。イエーイ。踊るぜ。踊っておいで。踊ってや。踊ってくださいね。ラストダンスも私ですので、皆さん、よければ前のフラワー空いてますので。踊っていただいたら、はい、ありがたいです。ほのちゃん、踊ってや。Shake it, shake it, shake it. 一度した。
くじけて私のリズム感じて揺れて揺れて